すんません。隣、いいか？さっさと食えよ。食わないんなら俺がもらうぜ。ここじゃみんな年中腹減らしてんだ。いつもこんななのか？やしか？いつもこれだ。変わるのはクリスマスぐらいだな。あのさ。ごめん。僕、ミオです。イオか、よろしく。あの、ガイズは139番だから、今日はシャワーじゃない日だよね。そうなのか？そうなんだよ。偶数か奇数かで分かれてて、一日おきになってる。今日は偶数の人はシャワーの日なんだ。奇数の人は洗濯をすることになってる。僕も今日はシャワーじゃない日なんだ。ガイズは今日来たばかりで洗濯もまだないと思うから、よかったらここのこと案内しようかと思って。いいのか？うん、僕も洗濯が溜まってるわけじゃないから。助かるよ。俺ここのことまだ全然わからなくて。うん、何？何でもないよ。じゃあ行こうか。あ、肝心なところ？うん。自分の独房の場所、わかる？あ、そういえば聞いてないや。そうでしょ？僕もここに来た時に教えてもらえなくて、どうしようかと思ったんだ。案内するよ。確か139番だよね。慣れるまでは迷いそうだな。うん、同じ眺めだからね。時々迷ってる人見かけるよ。ほら、こっちをまっすぐに行くと139番があるんだ。この奥か。そういえばイオの独房はどこなんだ？僕はこっち。
うしたんだ？別に、どうもしないけど。この先が、僕の独房だよ。寄ってかない？え？なんだよ！騒ぐと痛い目に遭うぜ。ジョセ、何の真似だよ。いや、ご苦労だったな。ごめん。ついでだ、そいつも捕まえとけよ。なんだよ。怖い顔するなって。せっかくみんなでお前の歓迎パーティーをしてやろうっていうのに。なあ、みんな。見るなだとよ。見ているより早くやってくれってか。やだ。さて、ガイズを歓迎してみんなで可愛がってやろうか。やだ。おとなしくしてろ。お前ら、好きにしていいぜ。よう、早速捕まったらしいな。うるせえ！悪い。バカにするつもりじゃなかったんだ。うせえんだよ、おっさん。おっさんはひどいな。まあ、坊やから見たらおっさんかもしれないけど、一応エヴァって名前があるんだ。名前で呼んでくれ。
おっさん、用がないんならあっち行けよ。おっと、ほっとけよ。ああ、はいはい。ついてくんな。そんなに怖がるなって。俺はあいにく坊やみたいなお子様には興味なくてね。坊やの139番もこっちだけど、俺の独房もこっちなの。っていうか坊や、名前は？やれやれ、そんなに用心深いならなんでついてくかな。デューラに散々やられたばかりだってのに。うるさいな、さっさとあっち行けよ。だから俺もこっちなの。さっきも言ったけど、物覚えの悪い坊やだな。俺は坊やじゃない、ガイズって言うんだ。あ、坊やの139番はそっちだよ。俺はこっちだけどな。なんだよこいつ。申し訳ありませんでした。申し訳ありませんでした。お許しください。失礼します。マジ？なんだ？何やってるんだか。げっ、隣かよ。
新入りか。ママが恋しくて泣くんじゃねえぞ。うるせえからな。114番、うるせえぞ。さっさとしねえと監視にひんむかれるぞ。おはよう。君は昨日ここに来た子だよね。私はバルイーダ。よろしく。本当は昨日挨拶するべきだったんだろうけど、出会えなくて。隣だから私にできることがあれば、遠慮なく声をかけてください。どうしました？あのさ、あんた、やばい病気じゃねえの？え？ああ、昨日のことだね。ごめん。ちょっと考え事をしていたものだから。驚かせるつもりはなかったんだ。考え事、ね。君の名前を聞いていいかな？あ、俺、ガイズ。これから朝飯だろ？さっさと行こっと。俺さっきから腹が減って腹が減って。おう、坊主。朝から元気だな。あ、おはようございます。これでもう少し量が多ければな。なんだ？ああ、何やってんだか。おい、お前何やってんだよ。
ごめんなさい。お前、わざと落としたんだろ？そんな。俺に床に落とした飯を食えっていうのか？どうしてくれんだよ、おい。僕の。それは当たり前だ。お前が落としたんだからな。まさかそれで済ませようって言うんじゃないだろうな。そうだな。そこで裸になってそいつを食ってもらおうか。さっさとしろ。でも。さっさとしろって言ってんだよ。俺に逆らうのか？ごめんなさい。脱ぎます。さっさと言う通りにすればいいんだ。もう一回殴られたいのか？くそ。お前な、またやられてんのかよ。泣くな。いつまでも泣いてると監視に殴られるぞ。ほら。男は簡単に謝るなって言っただろ。よ、坊や、飯は終わったのか？したんだよ。そういうことか。じゃあ坊やだってついていくよな。ジョゼのやつ賢くなったじゃないか。なんだよ。いいよ、服着たらガイズに謝っとけ。こいつは話せばわかるやつだから大丈夫だ。俺も一緒に行ってやるから。昨日はごめんなさい。だ、騙すつもりはなかったわけじゃないけど、ごめんなさい。
もういいよ。どうせジョゼに命令されたんだろ。お前、ジョゼの言いなりだもんな。ごめんなさい。もういいって。終わったことだし。だろ？こいつは話したらわかるいいやつだって。それに俺も悪かった。ジョゼについていったものと思っていたからバカにするようなこと言っちまったな。よくわかんない人だよな。口は悪いけど。朝から浮かない顔してんな。俺チーズ好きなんだよな。食わねえならくれよ。あ、おい、何してんだよ。チッ。いいだろ。俺はあんたよりでかい分たくさん食わないとな。でかいやつはこれ以上大きくなる必要ないんだからいいんだよ。俺はその点まだまだ大きくなる予定だからな。なあ、俺と友達になろうぜ。冗談。俺はそういう趣味ないね。まあいいさ。どうせしばらくは朝も夜も一緒に暮らすんだからな。坊主、面会だ。さっさと来い。面会だ。あんたは？ご挨拶だな。お前の弁護士のルスカだよ。裁判所で演説をぶってやっただろう。俺の名演説のおかげでお前は終身刑だっていうのに。何の用？あんたのお袋さんに雇われたんでね。うめえ。おい、坊主。このことは監修には内緒だぞ。で、あんた、何しに来たわけ？まさか酒が飲めなくなった俺に見せびらかしに来たんじゃないだろうな。それだったら殴ってやる。おいおい、ここで喧嘩なんかしたら一発で懲罰棒だぞ。懲罰棒は辛いぞ。座ったきり少しも動けなくて、本当か嘘か知らないけど小便も垂れ流しなんだって聞いたぞ。そんなところに入れられたらきっと気が狂うぜ。家族からの手紙だ。お前、字は読めるよな。
なら読んでもらえばわかると思うが、お前の家族はこの町を出る。え、なんだって？この町じゃ暮らしていけないのさ。小さな町じゃないけど、お前が殺人犯だってことは知れ渡ってる。最近の新聞は節操がないからな。一部の新聞じゃあることないこと書き立てて。お前の私生活はもちろん、家族のことも何もかも面白おかしく暴露してるよ。そのせいで、お前が逮捕されてから、家族は仕事も打ち切られ、家にも随分嫌がらせされているそうだ。だからこの街を出るらしい。そんな。だから、お袋さんが俺に泣きついてきたんだ。バカにしてやがれ。俺は弁護士だぞ。教会の慈善家じゃねえんだ。まあ、俺が暇なのは事実だからな。会いに行ってやることにした。ただし、俺が来るのは12回だけだ。どういうことだよ。慈善事業じゃないんだね。お前のお袋さんが持ってきた金から計算したんだ。どうせ再審するわけでなし、そんなたびたび来る必要もないだろう。ま、3ヶ月に1回ぐらいは来てやら。菓子ぐらいは差し入れてやるから、感謝しろ。再審って？お前には関係ない言葉だよ。いいから教えろよ！新しい証拠を揃えて、俺は無実ですって裁判所に訴え出ることだ。まあ、よっぽどすごい証拠でもない限り無理な話さ。人間諦めが肝心さ。ここでの生活で一番大事なことだろうから、よく覚えておくんだな。俺は無実だ。俺は殺してない。誰が信じてくれなくても俺が言っていることが本当なんだ。ここに入れられた奴はみんなそう言うよ。じゃあ3ヶ月後に会おう。元気でな。おい、作業の時間だ。働かない奴に食わせる飯はないからな。お前の仕事は、ここで靴を作る仕事だ。いいか、ノルマは、一日でこの箱一箱だ。最初だから、少なめにしといてやるが、サボったらただじゃおかないからな。靴を作れって、俺そんなことしたことないんだけど。あのさ、何？あの道具あっちにあるから。用意しといてくれたのか？エヴァが教えてやれって。まあいいさ、教えてくれよ。お前、元は靴屋か？え？誰が？僕？違うよ。うまいな。そうかな。でもすぐ上手くなるよ。
さい。偉そうだったから。弁護士だよ。面会に来やがったと思ったら朝っぱらから酒飲みやがって。何考えてんだ。それはいけないよね。だろ。でさ、てめえら何サボってやがる。ごめんなさい。出てやる。つまんねえ顔してる割に立ってるぞ。誰かにしゃぶってもらうか。え、なんだよ、悪い冗談言うなよ。ああ、女とやりてえよな。この際男でもいい。だな、シャバにいた頃は男とやるやつなんて気が知れねえって思ってたけどよ。こうも女がいないとな。なんだ。はっは、自分がやられると思ったんだろう。バーカ、違うよ。最初は痛いけどすぐに気持ちよくなるらしいぜ。一度覚えると病みつきになって前だけじゃいけなくなるって話だ。そうそう、あいつだってすごい声上げてるもんな。デューラの旦那もハードだから丸に怖い。刺激が強いったらありゃしない。そうそう、普段真面目な顔してるくせにありゃ好き者だよな。なあ、お前やらせろよ。ちゃんと痛くないように可愛がってやるから。やだ。おい、どこ見てんだよ。うわ、ごめん。じゃあ急いでるから。待てよ。急ぐってどこ行くつもりだよ。変更の時間はまだだぜ。そうだけど。何か彼氏と待ち合わせか。違うよ。じゃあトイレか。そう。ということで、じゃあ。ちょうどよかった。俺も行こうと思ってたところだ。一緒に行こうぜ。ちょ、マジで急いでるんだって。すぐ返してやるよ。俺をたっぷり楽しませてくれたらな。ゲッツ。ごめん。
うやらついてこないみたいだな。大変そうだね。まあね。男ばかりの世界だからね。気をつけて。トイレに行きたいんじゃなかったのか？え？さっきジョゼとそんな話をしていただろう。さっさと行ったらどうだ。ほーら、小便がしたいんだろう。おお、する気になったか。こんなところでするなんて恥ずかしいやつだな。そんなに手が震えてちゃうまく取り出せないだろう。いっそズボンを全部脱いだらどうだ。ほら、さっさとしないと天国で人が帰ってくるぞ。えらく小さいな。そんなに短かったらすぐ出てくるだろうが。どうした、お前も横に並んでサイズでも比べるか。どうした、出ないのか。じゃあさっきの話は嘘だったのか。それは。そうか、嘘だったのか。嘘つきは泥棒の始まりというだろう。お前、弁護士に自分は無実だって言ってるそうだけど、嘘つくような奴が無実なわけないよな。どうしても出ないのか。じゃあ出るようにしてやるよ。さーて、こんな臭い場所からはさっさと離れることだな。Thank you.
いよ。俺の分は終わったのかよ。もうすぐだから。いたー！ちくしょう！またかよ。仕方ないだろう。まだ慣れないんだから。あいつ、なんかやってたっけ？なんだ？ああ、かわいそうに。また捕まったのか。何見とれてんの？俺、見とれるほどかっこいい？光栄だけど、男は遠慮しとくよ。バーカ。君、そんな調子で終わるのか？はい、すみませんでした。ちょっと、トイレ。行ってよろしい。もうすぐ三ヶ月か。なあ、あんた。何か？たまには出歩いたりしないわけ？君はいつも消灯時間ギリギリまで外に出かけてますね。お前らこんな時間から二人きりで合い引きの約束か？やること以外頭にないお前らと一緒にするな！はあ、俺を怒鳴りつけるとは随分偉くなったものだな。慣れるまではと多めに見てやったが、そろそろ自分の立場というものを教えてやらないとな。そう思うだろ、バルイーダ。そうかそうか、先輩としてぜひ教えてやりたいと思うのか。いいだろう、来い。悪いけど、ちょっと行ってくる。坊主、お前も来るんだ。はい。
ここは。よーく見ておくんだな。ここで俺に逆らうとどうなるか。悪趣味ですね。坊主に生意気な態度を取るとどうなるか教えてやるつもりだったが、どうやらお前にも必要なようだな。すみませんでした。先では何とでも言えるからな。その体に誰が支配者なのかじっくりと教えてやるぜ。坊主もよく見ておくんだな。相変わらず逃げるのだけはうまいな。そんな必要ないんだよ。祖国に忠誠を誓ったくせに仲間殴って脱走しようとするような最低の人間じゃ、そのお綺麗な顔ぐらいしか役に立つとこなんてないからな。せいぜい大事に取っておいてやるよ。なんだ、怒りもしないのか。めめしいやつだな。さーて、どうしてやろう。どうしてほしい。淫乱なお前は殴られるのも好きだろう。はい、してください。そうだ、そうやって俺が支配者だってことを忘れずにいれば痛い目に遭わずに済むんだよ。お前なんかドブ川の魚ほどの価値もないんだからな。面白い。お前、なんか殺してもいいんだ。いや、死んだ方がいいんだよ。この陰梅野郎が、クソ、
お前、なんか、お前、なんか。お前の命は俺のもんだ。お前なんて汚ねえ犬からと一緒なんだよ。どうにか言ったらどうだ。薄気味の悪い悪魔つきが。なんとか、いや！お前は俺のものだ。死ぬまでな。嘘だろ。それにお前の命も俺のものだ。いつかゆっくり殺してやるよ。やだ。君、兄貴、うるさいって。もう少し寝かせてよ。大丈夫かい？そんなに元気なら大丈夫そうだね。サルナ！近づくな！この化け物！
だよ。頭が痛い。すまない。本当にすまない。君たちにこんなことを。許してなんて言えないけれど、本当にすまない。看病してくれたのに。君は。点呼の時間だな。行こう。君は誰？